富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王オールドロジャー。なんかそういうデータあるんですか？こう聞いたときに不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。俺の財宝か、欲しければくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。嘘つくのやめてもらっていいですか？音ちっちゃくないでしょ。男たちは天下祖母を目指し、甘いし追い続ける。世はまさに戦後あの一番いい時代。これ良くない？めっちゃなんでサービスの提供者の責任にしてるのかでも僕分かんない。2チャンピース。そもそも救済の方法がないって前提が僕分かんないんですけど、じゃあ例えば、いや待つよ待つ待つ待つ、違いって何かあります？なあ、ないです。なので別にいいじゃないですかね。なるほど。大学の1年生の時に冬休み暇つぶしに作って、それはあなたの感想ですよ。まあもちろん日本いろんな人会ってますけど、名前言って会話した人って多分 4,5 人でって言葉の意味僕知らないんですけど、確かに僕ボキャブラリー少ないかもしれないですけど、それをなんか人呼んだ人たち失礼。 IP アドレス誹謗中傷を書いた人がいました。その人が誰か調べる。ここやくらい、ここいいんだよ。そこから香港の証券会社の口座を開いて日本の株を買うとかっていうのができるわけですよ。これいいだろ。これちょっとやめてもらっていいですか？これこういう今日こういう番組だから。